前回まで交流戦のパリーグの戦いの模様をお届けしてきましたが、ここからリーグ戦が再開され、セリーグとの戦いに戻ります。その中、現在セリーグの新人王争いに関してはダントツ秋広優斗が票を集めてる。時点で阪神のルーキー桐敷っていう、もうなんだかなライバルとは言い難いですよ。こんなやつは、またこんなやつがライバルというシリーズ絶対楽しくないでしょう。何かね、強力なやつが一人いてくれたら、そいつとの競い合いがあって、そいつが打つのであればこっちもっていう気持ちになれたんですけど、そんなやつはいない。早速1試合目の広島戦からやっていきましょう。で、現在巨人首位なのでね、そこの部分も守りつつ、リアルなジャイアンツが B クラス確定して今年もかって感じですけども、この世界のジャイアンツは強いし、そこに強い秋広もいて新人王も取れそうなんだ。この世界を崩さぬようにチームの優勝も秋広の新人王もその他何かついてくるものも全部かっさらっていきましょう。こうなったらね、だって争うものがいないんだから、なら個人で楽しくなろうや。取れるものを全部取って楽しくなっていくって感じでいいと思いますよ。なーに、いきなり菅野は失点くれてくれとんねん。早いなお前、状態絶好調で広島打線に捕まる菅野智之はエースとは言い難いですね。そんなやつはもうどうでもいいですよ。そんなことより秋広が打って出塁して、またホームランも打ちたいんでね、ちょっと最近はホームラン欲に支配されてるような気がするが、やっぱホームランって一番評価を上げるし、一番いいアピールにもなるしね。リアルな秋広は確か2桁本塁打を記録しているので、この世界でもまあ2桁は当然。その上で現在打率3割あるのであれば、それをキープしたい。リアルな秋広は3割あった時期もあるんですけど、そこから落として最終的に2割台でしたよね。2割並ぶくらいになってると思いますけど、そのリアルな秋広と比較した時に、もちろんこっちの方が上でありたい。そこの部分では負けたくないかな。だって時は2024年ですよ。1年後の秋広を今操作してるわけですからね。その2023年の秋広と数字を見比べた時、負けてたらおかしいじゃないですか。なんで1年前より退化しとんねんとはなりたくはない。またライバルが不在だから、そういうとこと競い合うしかないっていうのが正解かな。誰もいないんだからさ、自分自身との競い合い、まあ勝ちたいですよね。終わった時に、今は目先のことだけ考えればいい。盗塁とかも積み重ねていきたいですよ。ここまでも何個かしてますけど、ただタイミングを見てなんだよな。うわ、丸一球も振らず。こっちの盗塁待っててくれてたんかな。だとしたら申し訳ないけど、いけるタイミングがあんねん。やっぱ誰しも彼氏も決められるやつじゃないし、変化球のタイミングとかね、間を読んでいかないと。このカウント多分変化球来るはず。なので、ゴー。あ、ずいぶん待ったな、お前。ずいぶん待ちすぎだろ、お前。こっち警戒してんのか。それにいて全力ストレートだったか。言ってたアウトやったね。よかった、いかなくて。んで、この打球抜けていく。うん、無駄な盗塁はしなくていいね。クリーンアップが強力ですから。またこんなね、同点のシチュエーションでアウトになったら余計評価下げることになるからさ。余計なことはやめておきましょう。確実にできるというか、まあ、正直勝負に関係のないシチュエーションで走ればいいんですよ。どんなシチュエーションで盗塁はしようが、盗塁と記録されますから。点差が10点差だろうが、20点差空いてようがね、関係なく。だから気にせずそういうシチュエーションでやればいい。3打席目はランナーがいるシチュエーション。この1番の松原の出塁能力っていうのも結構えげつなくて、実際どれだけの出塁率残してんだろうな。数字で見たら案外大したことないかもしれないね。でも毎度毎回おるからさ。あ、この打球は走ってきた、その流れで、うん、転がしておけばなんかヒットになったような気がする。ホームラン打ちたいですけど、ここはちょっとミート打ちで当てるバッティで、そ、あーや、その後得点入ったから、まあいいや。うん、気にするな、気にするな、気にするな。こんな点差になったのであれば、やっぱ一発狙いたいですよね。相手、ドッサーという謎の助っ人、なんや、ドッサーって。髪の毛ドッサーってこと？もっさりしてますけどね。ようわからんが、なんからか打ちづらさそう。またそういう数字も残しとるよ。こういう投手から打てたらさぞ気持ちいいだろうね。そんな球は速くないけど、動かしてきてんな、その球を捉えて！広角打法持ちなんで、この辺行ってほしいんだけど、なんか行かないってこと続くんだわな。もちろんチームはこのまま勝つでしょうけども、あ、そうでもない、そうでもない、そうでもない。は、逆転された。わー、はい、巨人のリリーバー。もういや、どうでもいいや、気にすんな。頑張ろうと思わない、勝たせようと思わない。こっちが頑張ってきたもん全部台無しにされるんだったら、最初から勝とうと思わないことですよね。希望を捨てたらいいんですよ、簡単な話。それよりも秋広で打つことやね。それさえできたらいい。本日3安打目。それが長打であればより気持ちいいと思うし、出したいなと思うんですけど。おお、来た。これはうまく引っ張った。行くわな。まあ一番簡単なのはやっぱインコースの球をガッと引っ張って、こうやってスタンドを運ぶこと。広角にも打てるし、実際そっちの方が打球伸びたりするんですけど、やっぱ引っ張った打球ってより伸びるじゃないですか。こういう球をなかなか打てなかった。特にあのインハイ高め苦手なんで俺が。まあでも今のはなんかリアクションで打ったというか、反応で打ってたというか、天性のものですよ。秋広の凄さが出た。わえーで調子はこのタイミングで不調になる。さすがにこの不調になったタイミングで強振で一発狙いのバッティングしてたら、打率が急降下する可能性があるから、ここからよりミート打ちで状況に応じたバッティングしていかないと、
ね、あっという間に数字って落ちていきますから。ちなみに試合中に出た松原は現在2割8分8人を記録し、8ホーマー31打点7盗塁、そして出塁率は3割6分5、高くはあるけども印象ほど高くはない。秋広の打席の時毎回いるんで、てっきり4割超えてなんなら5割くらいあんのかなと思ったけど、そうでもないね。まあでもトータルの OPS 8割2分1なんで、もちろん戦力ですごい数字は残せてはいるんだけど。ほら次の試合でも早速1番として出塁して打席にランナーがいる状況で回ってきましたよ。ただ先言った通り状態が悪くなったこのタイミングなので、ミート打ちで強振で打ってもそんな飛ばないと思うしね、せっかく捉えても飛ばないのであれば、ミート打ちに徹して当てに行くバッティングでヒットにしていけばいい。せっかくこれだけの打率の高さもあるんだから、いずれ規定打席到達したら一気に首位打者に躍り出る可能性もありますけどね。まあでも首位打者を取るためにはね、ずっと打ち続けることもそうなんですけども、その中フォアボールを選んで打率をキープするということもしていかないとダメで、それは全然できてない。あ、うまく打った、落ちない。ああいうアウトのなり方ってすごいもったいないような気がする。せっかく捉えたのにっていうね、打ち損じた時ほどなんかヒットになったりすんねんな。この打球例えば、はい、内野安打、送球コロコーロ、ショートは小園やな、ひどいな。その上で盗塁もゴー、グレート盗塁、よし送球もそれた、いろいろやらさせていただいてます。送球もそれてなければタイミング的にちょっとアウト臭かったですけどもね。いいですね。やりたいこと全部できてる上、中田が秋広を返してくれるようなバッティングをしてくれたら、かっけーって思うけどね。今ね、この中田とは対してこういう関係結べてないんですよ。たまに飯誘われたりしますけど、うわ、情けねえ。あんなもののリスペクトはないですよ。これからも絡まないようにしておきましょう。次飯に誘われても断るのもいいかもしれないね。なんでお前とつるまなあかんねん。お前は悪いよと、ほんだ。あまり中田翔が絡んできてほしくないのよね。秋広の何かが映ったりしますから、何かを映そうとすんじゃねえ。秋広は綺麗な心のまま、綺麗な体のまま大人になっていく。まだまだ成長過程の男ですからね。あ、この打球は、オーケー詰まって、落ちないんだ。このまま行けば今日の試合、これが最後になるかな。ピッチャー左に変わったタイミングで打てるか。まあ、右左問わず別に打ってきてるんで、むしろ左の方が若干得意なイメージもあるかな。ヒットも打つ分は、ホームラン打ったのは全部右ピッチャーな記憶があるが、まあ、とりあえずこのシチュエーションも、甘いとこも来るのであれば、まあ、基本的に甘いとこ待ちっすよね。うん。あー、これも、いつもならね、ひょっと頭越えてくれるんですけどね、不調ゆえのパワー能力が落ちてるということも影響があるのか、鬱陶しいな、不調ってなんかやたら打ってますけどね、前の試合でやれよ。またドッサーとの対決かいな、一気に防御率上がったな、アキーロン打たれたことによって 2.03 まで上昇してるじゃないですか。あー、しまった。手出さなくていいとこ手出しちゃうんだよね。体力がないのでこういう時は休養で、練習してもねそこまでの成長は得られないので、今年1年に関してはもうこっから先っていうのは能力を上げるとかそういうのはもう捨ててますね。それは最初の1年間でやってきた。基本的に休日に関しては休養をして体力を休めて、赤ゲージのまま試合に臨まないということですね。やっぱそれゆえに怪我したりとかもしたりすると思うんで、そういうとこをうまく回避していかないとズタボコでございますね。あはは、その流れで松原先頭打者ホームラン打ち上がった。なんだこれあっちが打ってこっちが打って、秋広も打つというところまでついてきたらいいというか、それだけあればいいんだよ。あっちが打とうがこっちのやつが打とうが関係ない、秋広が打つことが重要なんで、その流れに乗って打ちたいが打ち損じ祭りやな。これは内野安打、またいいですよ。不調の時にねヒットを打てるバッターがやっぱ打率高くなると思うんでね、その不調の時にそこで数字を落としたら結局はってことになりますから、不調なりにもヒット出ていて、まあ、内野安打とて、そもそも内野安打を否定すること自体がおかしい。内野安打なのみたいなのがおかしいんだよね。足が速いから内野安打になるんですよ。それもまた技術だよ。全員ができる話ではないの。野球に関しては左バッターが圧倒的な有利なとこあるからさ、まあ、それも込みではあるんだけどね。その上で盗塁も決められる足があるからなんですよね。全ては秋広の能力だよ。2打席目もまあ打ち損ないでもいいんでね、足を生かして内野安打もういいし、まあ、さっきからねフラフラと打球上がってますけど、あれがね外野前に落ち始めたらこちらから言わせれば最高。あ、こういう打球はまあこれはうまく捉えてますからね。よっしゃ、この流れで盗塁。いや、なんか広島のキャッチャーめちゃくちゃね送球も逸れてるし肩能力も強くないんで、ゴー、ああ気にしない。ヒットも2本打ってるし、盗塁までも1個決めてるし、牽制士1つで評価が下がるっていうゲームではないですよね。牽制士は何も言われないし何の評価も下がらないんです。そこはゲームなんです。リアルとは違うんです。もしもこんなことやってたらさ、星野監督とかさ、あの辺だったらもうぶん殴られてますよ。もし公開処刑ですよね。映されますよ、この令和の時代にね、星野監督もぶん殴られるとこ。でもいないしね、ここにね。でも令和だしゲームだし関係ないしね、気にすることはない。あ、これも悩んであるんちゃうか。小園送球はコロコロ、はっ、この広島の三遊間のおかげバッテがめっちゃ盗塁じゃない、ヒット稼げてる上に盗塁完璧。
はぁ、めっちゃ決めれる。この後もやらさせていただこうと思ってるんですけど、広島戦は一旦これが最後なんでね、また次のカードの時にやらさせていただくわ。新人王もうカード前から決まってましたけど、さらに1歩2歩と3歩と4歩と近づいたね。この流れでホームに帰ってみるってことは、できないできないできない、無駄に肩だ、あ、でも早急取れてた。行こうと思えば行けたね。どんだけそらしとんねん。あーで、巨人は一気に逆転に追いついた。これも秋広が出塁し、盗塁を決めた。その流れから回ってきました。1イニング2打席目。また打てるか、本日3安打。また4安打っていうのは一度もないぞ。で、今確かミッション発生してるんだよね。その先陣は青のバットっていう1試合で4安打打つ。あのミッションが発生しているのであれば、ここで打てばミッションクリアなはず。どうだろうか、やれるか。あ、言ったー！ 1 試合4安打、プロ通じて初めてで、最後は長打で、いや、最後じゃないな。もう1打席、2打席、バイオちゃん回ってくるから、そこで打てばいいんですよ。打つ気満々ですよ。こちらは、カモンカモン、次の打席は早く迎えたい。今、7回の表。は？これか。また高梨か。またやらかしたんか。もうカレーだけ作ることを専念しろ、お前は。野球選手としての魅力、価値はないから。そのカレーもまずく覚えてきたわ。せっかくの頑張りが身に結ばないって本当に悲しい話でございますけど、まあそこは気にしないというか、気にしちゃ負けかなと。ゆったろチームの勝利はどうでもいい。最後までヒットを打つ姿勢が大事。あー、栗林からも、あ、でもこれ悩んだじゃない。あれ、三遊間方向に転がしてた内野安打あったんですけど。で、チームは結局同点に追いついて、もう一打席バイオちゃん回ってくるんじゃない？わぁ、打てばさよなら。本日の5安打目がさよならっていうことがあり得るのか。プロ初めてですよ、そうなったね。ピッチャーケムナン変わってるタイミング。ワンヒットで帰ってこれますよね。若林の足であれば。出る？出せる？のであれば気持ちいいと思うけど。出したい。うん、出さなきゃ。出したい。出さなきゃ。出したい。出さなきゃ。あ、詰まって、詰まって、落ち。ないか。まあでも今の落としててもどの道三塁ランナー、二塁ランナー書いてこれないわな。進塁すらできなかったんじゃないですか。落ちるか微妙なとこだったんで。なーに、こんなプレーここで見せちゃってんのよ。まだまだ現役バリバリでできるやん。メジャーでそれやれよ。結局さよなら決めれず、これだけ。ブリンソン、わーお、ブリンソンが最後持っていきましたね。こいつがレギュラーで出ている現状はおかしいと俺は何度かこのシリーズで言ってきましたけど、撤回。ここで打てるブリンソンであればスタメンで出られる理由も、これから先ジャイアンツが必要な理由もうなずける。こんだけヒット打ったゲームで、秋広が目立ったゲームで、最後ブリンソンに取って奪われるんだから、まあそこは若干腹立ちもするしね。ほんでこのリリーバーですよね。その後投げた赤星、先発の面ですからひどいし、赤星もね。で、高梨は指定してないんや。印象だけでこと喋っちゃったわ。こんな高梨であればカレー食ったっていいですよ。作ってくれよって言いたいですね。まあそんな話はどうでもよくて、これミッションはクリアしたんじゃないですか。本日6打数4安打の2盗塁の大活躍ですよ。1試合4安打打つのは初めてだ。それでいて、まあチームが勝ったことも最終的に良かった。ブリンソンに救われたけどね。こんだけのヒット打ちながらも負けたら最悪でしたけど、そういうわけではなかったので、いろんな経験値が上がっていくことも嬉しいんだけど、ミッションはどうだ。秋広、今日も素晴らしい活躍だったな。お前に出していたその先陣は青のバット1、これでやはりクリアということになりましたね。見事成功だ。よくやったな。でクリアしたことによってアイテムをもらえたりするはずなんですけど、これまでのマイライフではなんかアイテムバットとかだったんですけどね。クリスタルを手に入れる。この後カードは変わって横浜戦になって、この動画ではこのまんまこの3試合プレイしていこうと思っているので、広島戦以上のアピールをしていきましょう。引き続き東京ドームでの戦い、しかし状態が不調ならばやることは変わらず、もうヒット狙いに徹していくこと。打率も現在3割4分1厘まで上昇だ。まあやっぱね、打数がまだそこまで多くない分もあってか、もう4安打なんて言ってばそれは2分とか一気に上がりますわな。3割2分から一気に3割4分まで開けましたよ、この動画で。こっからさらに上を目指していこうと思ってますけども、盗塁も決められるのであれば、この横浜のバッテリーからも決めていきたいなとは思ってる。ボール球振る必要はないかな。ちょっと何でも打てる状態に入ってるからね、状態不調の割に。あ、これは後方落ちるやつ、これ大好きなやつ、これで世界が溢れればいいのにって思うやつ。ナイスで、からの盗塁も初球から決めててみようと思うわ。盗塁って勢いが大事なんで。完璧、これは決まったね。わー、もういかんいかん。全投手の間を俺盗めてるからさ、どんな投手でも決められる自信しかないわ。その流れで中田、やっぱリスペクトできねえな、こいつ。変にね、球数を見るよりか、もう初球の勢いのままに行った方が盗塁って決められるし、なんか今そこまで牽制来ないんでね。これもね、盗塁の数をし始めていくと、もっともっと増えていくと、そら警戒されて初球から来て、初球から行けないってことになりますけど、今の段階だと全く警戒されてないのであれば、行けばいいんじゃない？またヒット打つことできた。ほほほほほほ、ミート打ちで不調でも簡単に打てますね。たやすく気持ちよく、何だってできる秋広待ってますよ。打率もついに3割5分付近まで来ました。この他行こうか。あ、無事に逃げた通り達成だ。自己記録しましたね。バザーイバザーイ、一つ目標にしていた逃げた到達で、別にそこがゴールじゃないですけどね。いけるのであれば20、30と行きたいですよ。その上でホームランも、また打率も、残せるもの全部残していこうと考えているのでね、できそうですね、この秋広優斗であれば。さらに3安打、また今日ね5安打打って、さっきのミッションクリアというパターンもいいですけど。
できなくはないよな。まあそれだけの打席機会がまずあるかどうかではあるが、何でも打てそうな気がするし、誰からも走れそうな気がする。無敵状態やな。まあさすがにね、7回に今日第4打席目なんで、まあ延長もつれたらね、5打席この後、まあ6打席と回ってきて5安打打つチャンスあるかもしれないですけど、まあそこは考えずに目先のヒット打つことだけ、そこだけそこだけそこをやればいい。まあそれもいらないかな。バット振りゃヒットになってる状態で、オコエが無駄に盗塁を決め、そんなアピール必要ないよ。もうここ秋広いるからね、お前の出番ないから、お前の席ないから、ちょっとは期待されてたんでしょうけど、すっかりリアルでも名前聞かなくなったもんね。お前とかいらないんですよ、この秋広がいるのであれば。んー、連続ヒットからの2打席連続三振、ちょっと球の速さについていけてないな。もう1打席あるかな。チームはこのまま勝利といきそうや。ランナーがいて、またオコエ出塁してますね。お前のアピールいらねえ言うとのね。ピッチャー変わって、これだとちょっと打ちやすい。また走ってきた。で、盗塁のスタート毎回バットなんですけどね、それでも決められるっていうのは技術は皆無だけど身体能力はあるということだよな。そこの部分期待されて楽天も取ったと思うし、ほんで巨人もこうやって現役ドラフトで取ったんだけど、それを全く発揮されないのがリアル。この世界はリアルとはちょっとは違って活躍できとんのやね、盗塁面に関してはな。お前の盗塁がちょっと邪魔になって打席に集中できないな。アウトし、変な球振りに行ってしまう。ちょっと見極めて見極めて見極めて、打てる球だけ振りに行って、よし来た、逆方向ミート打ちでも伸びてヒットなった。おーイエース、飛ぶね、秋広の球は。連日当たってヒット打ちまくりですよ。前日4安打、今日3安打で2試合で7安打やからね。その上でタイムリー最後も記録して、最高な活躍が止まらないから打率も上昇しまくりなんよね。3割5分が目の前にあって、盗塁も決めまくりで。だからこそもうちょっと状態上がってくれてもいいような気がするんですけどね。相変わらず不調のまんまだし、なんか今日投げるピッチャーいきなり5失点の大炎上初回からしてるし、でやる気なくなるってわけではない。チームの勝利には左右されない精神状態なので、そういう意識なく打ててるんで。あー、ここはちょっと打ち損じたな。ね、あー、よかった。ゲッツは回避ですね。もうこの流れで盗塁決めましょう。もういや、関係なく。盗塁は決めたい時にやればいいと思うよ。あ、これは遅いわ。グレード盗塁だったらいけてたとは思うんですけどもね。まあでもね、もうこれから出塁したら盗塁基本的に決めていっていいと思います。そんな警戒されてる状態じゃないので、初球牽制がほとんど来ないんで、もう決めていって、それで決めれるのであればいいし、まあでもさすが失敗しすぎて成功率を下げるようであればちょっとは考えますけどね。今んとこもう見切り発車的にいけと思ったらいけてる状態なんで、じゃあ次また出塁したらいけと思ったら行こうと思います。得点圏のこの打席打つことはできるか、連日に当たって打ってるんだから、今日もまあ最低でも2安打くらいは打ちたいっすよね。4タコとかやらかしたくはない。うまく打った、うまく打った。おー、ここに落ちる、いいとこ落ちてるよな。それもパワーがあるからですよ。確かに芯は食ってないけども、外されてるんだけども、そこに飛ばせる最低限の力があるから飛んでいく。ノーパワーの選手だとあれ普通に取られてますからね。秋広は最低限のパワーを持ってる上、走力もある。だから打ち損じても内野安打という形で出塁できるしね。ついには3割5分乗りましたよ。この打球も落ちることはない。もう1安打じゃ満足できない体になっちゃってるな。連日も当たってヒット打ってるとね、2安打が最低条件なので、打ちたいな。打てるかな。何でも打ちたい状態に入ってる。打たなくていい球打ちに行ってたらヒットは出ないよ。打ち損じでもね、ああいう形の打ち損じでヒットになることは、まず相手の守備能力がよっぽど低くないとないから。まあそれこそね、また小園がいてくれたら話は別ですけど、そんな小園あちこちいないからね。あれカープに1人だけ。第5打席目最後に1本打って2安打は最低限クリアしたいなと思うんですけども、打てる球を待ちましょう。防御率 5.79 のピッチャーが投げてるから、打つチャンスは存分に溢れてたんだけどね。次にプレイするのが今回の動画最後の試合ということになってね、いいアピールもできて、ほんとやりたい放題できたのであれば最後まで打ち続けたい。今永が先発、うわー、状態絶好調か。てかまだメジャーに行ってないんだ。タイはあっち行けよ。そういうレベルの選手だろ、お前と吉野はね。意外にいかへんのよね。保守的というか、動かないというか、ここに留まりたいというかね。行けっつってんだろ、お前邪魔やな。まあでもその今永打てたら気持ちいいし、ここまで打ってんのは偶然じゃない。この打率もね、そういうレベル相手に打てるのであれば本物と認めさせることができるでしょう。やっぱ一部いると思うんだよね、こういう打ち損ないのヒットを見て、あげる本当すげえのかと、すごくないんじゃないかなと思ってるやつも中にはこの世界にいて、いやいや、それを黙らす一日にしてやるよ。今永からも打ち損ないというか出来損ないのヒットを打てば黙っていくでしょう。 あれは本物なんだって。でも1打席目は軽く凡退で、すごいいい球投げるんでね、まだ打席はあるはず。つっても今日はもしかしたら3打席くらいで終わる可能性もあるぞ、今永の好投にもよってな。第2打席目は3回に迎えて、何を狙えばいいんだろう。まず早いね、まず早いから、これはないな、選択肢から消えるな。変化球やな、さっきのこのカットボールね、わりかし打ちやすいんで、これをうまく流すっていうビジョンが俺には見えた、秋広で。あ、流すって、そう、あ、また、サードがやたら出しゃばってくんな。今、ショートが取ってた内野安打なんだけどな。お前、なんなの、さっきからやたら登場率高いけどね。お前にボールを届けようだなんて、一つも思ってないことなんだよ。出てくんじゃねえ。まだ今永が投げてるが、その今永を抑えられている。
打てる球はね、確かに少ないんだけどね、でも全く打てないわけじゃないよ。そういう球も中にはあるし。でも打てないし、追い込まれた。三振は嫌だけど、三振を嫌って変に当てに行くのはもっと嫌なんで、打てると思った球を必死に振りましょう。それでヒットにしていきましょう。できなかった。やっぱ今永すげえや。メジャー行けって。なんでここにいるんだ。保守的な今永、動かない今永やな。このまま1安打も打てずに終わってしまうのか。ここまでたくさんヒット打ってきた動画なんでね、最後の締めくくりはよりもっと打って終わりたいんですけど、残念。やっぱ一流から打つにはなかなか難しいね。この後休みが続くので、しっかりと休養を取って、そのタイミングで絶不調にもなるというね。なんで休んだら顔色紫になるんだろう。逆だろお前。まあでも最近ずっと状態いいことが続いてたんで、その反動ですよ。最後こそはちょっと凡退しちゃいましたけど、ただそこに至るまでヒット連発でめちゃくちゃ数字を上げることができましたよ。動画開始時点だと3割2分5厘という打率だったんですけどね、そっから現在3割3分7厘、一時3割5分まで近づきましたから。これもあってか評価はついに200を超えて203。セパ含めてもダントツですよね。ほんで、あ、パリーグの新人王最有力候補は変わってる。ノリさんだったところ、石堂という日ハムの選手になってる。その下の天性の広瀬、そしてノリさんという順番で熾烈な争いしてますね。できれば僕もこういう世界を望んでいたんですよ。日によってね、新人王の有力候補が変わって、お前かいお前なのかいみたいなのかね。でも残念ながらそういうことはない、セリーグの場合。言うてもまだシーズン6月の途中なんでね、ここからポンと何かが生えてきて、そいつとの競い合いになる可能性もあるはあるかもしれないので、まあその展開を信じて、どうせなら楽しく新人王争いをした方がいいので。でここから状態も悪いですから、それに相まってちょっと秋色の数字が落ちていく可能性もある。そうならないように次回もヒットを積み重ね、盗塁も積み重ね、できることならばホームランも積み重ねていく、その模様をお届けする予定。興味があれば次回も見てよ。